はい、えー、よろしくお願いいたします本市におきましては犬猫の殺処分ゼロという政策を掲げておりますが昨年度に引き続きまして令和2年度につきましてもゼロとなったことをご報告させていただきます、えー、こちらにですねあのここ数年のですね殺処分数について掲げております、えー、平成23年、えー からですみ、ね、ません、平成23年が一番今、橋になっておりますが、私が就任をさせていただいた平成21年で申しますと、年間の殺処分数がですね、えー、459件ということでございました。えーまあ、あのそういった中でですね、えーまあ、犬猫の殺処分 なるべく無くしていきたいということで今全国の自治体でも殺処分を減らすということで特に譲渡活動と盛んに取り組まれているところでございますが本市におきましても特に愛護団体の方々のご協力をいただきながらです、ね、この2年続けて殺処分をゼロにできたということは大きな実績であると考えております。あの毎年ししなながががららいいろいろと工夫をででででで取り組んんおるんですすここ最近はふるさと納税でもですね あの多くのご支援をいただけるようになりました。あの特定の財源をいただいたことによってよりきめ細やかな犬猫の保護活動ができておりますので、今後も継続して差出分ゼロを維持していきたいというふうに思っております。あの少し詳しく説明をさせていただきますと。 平成こちらの資料では平成20年の数字が書いてありますが、平成20年度には663件であったということであります。でこれにつきまして自然死安楽死につきましては過去10年でも最初の12件ということでございます。まああの保護した段階ですでにもう瀕死の状態のまあ犬猫もあるとまあいうようなこともあってまああのひどい怪我をしている場合などですね命が助からないようなものについてはまあ自然 もしくは安楽死というような形もありますが、まあ、これについてもです、ねえー、非常に少なくなっております、これはあの後ろの理面で見ますと、多いとき数100件を超えているというような状況でございます、それからあの重要なのはです、ね、やはり殺処分をする前に、上等をいかに可能性を広げるかということだと思っております、上等につきましては、昨年は、ね、173件ということで、過去最多となりました。 まああの犬、猫保護をいただく保護ボランティアの方々もですね大変ご協力をいただいております。 また平成30年度からです、ね、飼い主がいない猫への不妊虚勢手術の補助金制度を作らせていただいたり民間の基金なども活用しながら繁殖制限ということにも取り組みを進めておりますまたこの不妊虚勢手術の補助金につきましては1等あたりの上限額をです、ね、昨年度から増額をしているということも一つの後押しになっているかと思っております またです、ね、預かりボランティアの方々が自腹で、自費で,です、ね、あの病院などに犬、猫をです、ね、かかるような場合に自己負担が非常に増えてしまうという声がありましたので医療費の補助制度を昨年からスタートもしております。 で今回です、ね、令和3年度からはです、ね、ふるさと納税、昨年です、ね、あの犬猫殺処分ゼロに1025万円の寄付をいただきましたので、その中から517万円を使わせていただいてです、ね、さらにボランティアの方々の負担軽減にということで、取り組みをさせていただこうと思っております。ち、まあ、ちょっとこちらに整理しておりますけれども えー、まあの今まで取り組んでいるものの拡充それから新たにですね、えー、まあ制度を拡充した制度を設けたものも含まれておりますまああの特にですねあのパートナーシップ点 については奈良市内でもですね現在も4店舗ご協力をいただいておりまして大手のペットショップの方々が本来であれば販売ということに違反する部分があるあろうかと思いますけれどもその中でも犬、猫を守るという観点でご協力いただいていきなりペットショップで買う前に 上都の犬、猫がいないかどうかをまず調べていただいてその上であで飼っていただくというようなことをご協力をいただいております。まああの はいまあ、そういったことでございましてあのふるさと納税についてはあの昨年いただいた1025万円すべ、まあ、て使い切っておりませんのであの引き続きです、ね、あの募集をさせていただいてあの今後の継続的なあの取り組みの財源に充てさせていただきたいなというふうに思っております。こ、はい、こういいったことででございまして、まあ、奈良市はですねあの 当初私も収入させていただいた12年前は、まあ、殺処分が非常に多かったということとそれから自前で殺処分をする施設を有していなかったということで非常に全国的にも犬猫に対して厳しい市であるということでたくさんのお叱りの 声、批判の声もいただいたことがあのございますまそういった中で2年連続で殺処分がゼロを実現できたということはま大きなあの地震にもつながっておりますしま奈良市でできたことであれば他の自治体でもできるのではないかというふうに思います奈良県全体で今後は殺処分がゼロになるようにですねぜひあの奈良市の事例も皆さんに共有していけたらというふうに思っておりますこの件については以上でございます